はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで本日はですね、タカさんについてですね。はい、皆さんもご存知のタカ TV さんですね。昨日の動画見ましたでしょうか。はい、まあ、かなり大きな、ショックを受けております。アンチの、まあ、人とかの、まあ、どういう会話があったかとか、まあ、もう削除されてるということなんで見れないんですけど、個人的にはタカさんにはすごくお世話になっていて、まあ、やっぱり動画を始める最初の一番のきっかけっていうところで、やっぱタケビシャスさんがいて、でそこから、まあ手取り足取り、まあ、いろいろ YouTube のことを教えてくれたタカさんがいて、でタカさんとは個人的にもこう Twitter の DM でたくさん今までもやり取りしてきて、まあかれこれだから意外と何年、1年以上前から、っていうか、まあ動画っていうことになってくると1年半とか2年ぐらい、長い間ですね、お世話になってきた方なので、でまあ僕がやっぱりアンチで悩んでたこともありましたし、でそういった時とかもやっぱり DM くれたりとか、まあいろいろとそういうふうに気にかけてくださった方なので、まあすごく残念ですし、すごく気持ちがわかるので、まあ私自身も最近ですね、いろいろ言われてアンチの人とか、でそういったこともあって、まあメンバーシップ始めたりとかしてるんですけど、まあタカさんにもそういう話はちょっと以前からしてたんですけどね、まあすごく残念ですし、同時になんで、まあそういう、まあなんでって言ってもやっぱアンチが消えることはないと思うんですよね。まあ豆腐さんにしてもそうだし、まあ少なからずやっぱり、まあ配信して多くの方に見てもらってる以上は、まあ何名かのそういう、方の声が上がってくることは仕方ないとは思うんですけど、いやそれってでも頭では分かってるんですよね。もうみんな分かってると思うんですよ。で、まあウククさんもそうですけど、もうやっぱ配信してるとね、あの人事だとやっぱそんなの気にしなくていいって思うんですよね。だってタカさんはタカさんだし、ファンいっぱいいるし、なんなら配信者全員タカさんのこと好きだし、だからそんな、まあ一部のアンチなんてって思うんですけど、でもやっぱり、まあ当事者になった側からするとやっぱわかるんですよね、気持ちは。まあ、いいねがたくさんついてても、ほんと一つのいいね、悪い、バッド評価とか悪い評価とかコメントとかで、まあ一気に心は折れますよね。まあ、例えばですけど、プレミアム公開とか、まあ要は動画の公開の予約とかするんですけど、まだ公開してないのにバッド評価つける人とかいるんですよ。でも、そうそう、まあ動画公開して速攻バッド評価とか、で、もちろん、いいねの数の方が圧倒的に多いんですけど、基本的にうちの動画は。でも、バッド評価、ほんと数個のバッド評価で、やっぱりダメージは多少はありますし、あとバッド評価って何でしょうね。早いんですよね、つくのが。まあ逆に言うと、そのバッド評価をつけたり、アンチのコメントを入れてる人ほど一番熱心に動画をチェックしてくれてるっていう、まあ、ことも言えるんですけどね。で、まあ、アンチの人のことをどうこう言っても仕方ないと思うんですね。それってもう、まあもう本当に配信者が一人一人が、まあ、何？自分との戦いだと思うんで、でもすごく気持ちはわかります。で、
まあ、鳥取キングダムのチャンネル見てくださってる方って多分まあ 100% って言っていいぐらいの確率でタカさんも見てると思うんですよ。なんでお願いがあるんですけど、あのタカさん戻ってくるまで、まあ、チャンネルの解除とかせずに、あのむしろチャンネル登録まだしてない方はぜひタカさんのチャンネルをチャンネル登録してください。あの本当にチャンネル登録者数が朝起きて1でも増えてるとめっちゃ嬉しいんですよね。で今日もよし動画撮ろうとかめっちゃ思うんですよ。うん、何気ないまあチャンネル登録のボタンだと思うんですけど、配信者側からするとそのモチベーションってやっぱ数字でしか見えなくて、まあコメントはすごく嬉しいですし、たくさんコメントくれば来るほどやる気は出ますけど、やっぱチャンネル登録者数とか、うん、まあいいねの評価の数とかで意外と再生数ってそんな気にならないんですよ。うん、まあもちろんたくさん行ったら嬉しいですけど、でも別に再生数そんな行かなくても自分の好きなことを発信してるだけなんで、でそれよりかはやっぱいいねの数だったりとか、チャンネル登録者数が一人ずつ増えていく感じとか、なんかそういうのが一番こう、まあ、モチベーションになったりするんですよね。なんで、まあ、タカさん動画ちょっとお休みするみたいですけど、まあ、なるべくチャンネル登録はそのままにして、でまだしてない方はぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいかなと思います。で意外とこの YouTube の特にサカツクの、まあ、配信者のチャンネルって登録してない人の方が多数なんですよね。うちで言うと、例えばうちってチャンネル登録しててうちの動画を見ている人っていうのはだいたい3割ぐらいなんですよ。2割から3割ぐらいなんですよ。だから意外とというか、まあ、7割以上の人がチャンネル登録を してないんですよね。まあ、毎回見てくださってるんですけど、まあ、チャンネル登録はされてないっていう、なんかそういうデータが出るんですよ。うん、だからまあチャンネル登録とかってまあ、だいたい動画の最後とかにお願いすると思うんですけど、さらっとお願いしてるしみんながやってるからさらっと行く場所ではありますけど、実はすごい心からのお願いだったりするんですよね。うん、なんでまあタカさんの件はすごく残念ですけど、まあでも他にももちろんその愛犬の話とか、まあ、ジュエリーの話とかセブンイレブンの話とか多分いろいろ重なってだと思うんですけど、うん、でも本当動画一本にかける時間とか思いってすごくて、うん、あれ、まあそうですね、うん、そうなんですよね。まあ、例えばですけど今日の9時ぐらいに上げようと思ってる、上げようとというかまあもうプレミアム公開の予約は入れてるんですけど、限界突破の方法っていう、まあ、基礎攻略の動画なんですけど、例えばあの動画なんて実はめちゃくちゃ作るの時間かかってて、まあ慣れないなんですか、パワーポイントみたいなのとか使ったりとか、まあいろいろ見やすいようにというか、まあ完全初心者さん向けで作ったんで、なんかその初心者さんでも分かりやすいようなインサートや動画をこう、細々と撮って、あれ1個の30分の動画で100個の短いこう動画がくっついてるんですよね。うん、98個だったかな。うん、例えばまあそんなんとかで頑張ってこう見やすいようにと思って作ってプレミアム公開予約入れるじゃないですか。入れた途端にバッド評価ですからね。まだ動画公開してないですからね。うん、でまあちょっとわけがあって動画差し替えなきゃいけない部分が間違いがちょっとあったんで朝差し替えたんでそのバッド評価は消えましたけど、まあでも多分入れるんでしょうね。またバッド評価入れる人は、まあ、見てないのに入れるってことはもう完全にただ嫌いなだけなんで、うん、
ですね。まあでもやっぱうちはメンバーシップ始めて本当にすごくメンタル的には健康で、すごい健康になりました。想像を全然超えていく数のメンバーの方が集まってくださって、たくさんコメントくれたり、してるんで、まあ、動画を楽しみにしてくださってたりとか、動画を喜んで見てくださったりとか、まあ、当然メンバーシップバッド評価入れる人いないんで、今のところは一度も入ってないんで、まあ、そういう意味ですごい何ですかね、健康、精神衛生上いいんですよね。でそれをまあ保ちながら一般の方もこうやってやっていくっていう、今すごく個人的にはいい感じですね。なんでまあタカさんすごい気持ちわかるんで、ちょっと前まで自分も悩んでましたし、まあ一回 YouTube 僕も休止した時期もありましたし、まあいずれにしてもすごく残念なんですけど、お願いとしてはちょっと長くなりましたけど、チャンネル登録、タカさんのチャンネル登録をしてください。でさらにタカさんのチャンネル登録者の方は、チャンネル登録は解除しないでください。そのままにしておいて必ず多分戻ってくるんで、そこまで待ちましょう。はい。あとタカさんこの動画見てくれてるかどうか分かりませんけど、僕だけじゃなくてウククさんとかタケビさんとかもそうですけど、みんな本当に応援してるんで、はい、ぜひまた戻ってきてください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。